さあやってまいりました、いつもの池です。でここもね、雨の影響で濁りプラス増水によって、まあ、水位も上がってるし濁りも入ってるということで、それを考慮して釣りをしていきたいと思うんですけども、まあ最初はダッチからいきましょう。ただね、これね、当初のプランではダッチでこう追ってきた魚をホバストで取るみたいな、そのね、ダッチで追いかけてくる気は食わないっていう魚が多かったからさ、そういった意味でホバスト用のタックルも持ってきたんだけど、こんだけ水に凝ったらもうダメだねなんでもう多分使わないけど、ホバスト用のタックルとか。とりあえずダッチはこの濁りでも効くと思うんで、魚が表層まで出てくれるコンディションかどうかは分からん。あ、羽って感じじゃないのかな。ちょっと沈めてみましょうか、フォローでジグ。まだ状況的には厳しいか。なんか釣れる気がせんねん。移動します。さてパワーフィネスです。やっぱりね、おかっぱりで投げるスペースがないとか不利な状況になればなるほどこいつが生きてきますね。でパワーフィネスなんでちょっとアピール力はないかもしれないけど、この水の濁りが入った中でね、ただまあ要所要所で出していけばカバーできるかなと思ってますが、実際は分かりませんとりあえずこの条件下の中で対応できるタックルということで、どうしようかな。水面チャパチャパさせたいところなんだが、おいやめろ、吊るすところがねえな、空中に。あれでいいか。お、来た。来た。来ました。全然乗らんかった。どうしようかな。こっちの方に行ったもんね。あっち、どうしようかな。あんまよくねえな。お、今ちっちゃい魚が浮いてきたね。でパッて逃げてった。よりでっかい魚がいるのかな。あ、見て、30ぐらいのが見てる。ちょっとお前じゃないんだよな。もっとでかい魚がいるんじゃねえかな。あの逃げ方はちょっとより強い魚に、個体に追われたような逃げ方をしたけど、多分憶測です。フッキングできるかな。お、結構集まってきたね。ここにいるね、魚。ハモンチャパチャパでアピールさせていく。でもちょっと沈めないと食わないかもしれない。わからん。沈めたら反応してる。けどあんま大きくないぞ。さっきミスバイトしたやつの方がよっぽど、ああちょっとルアーが滑り降りてる。ちょっと待って、ダメや。つかあれ取ってもしょうがねえな。あんま大きくない。ここね、フッキングするスペースがないんだな。あれおらんね。水濁ってくからちょっと沈めてやってもいいかもしれないけどね。さっき見切ってたけど、ブラインドでやるか。さっきの魚どこ行ったし。
あれ あれで、よし、どうや、おらんくなった。あ、来た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 ぞ。でかい。お、気になってる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 。よし、よし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 。抜かずにネット使うわ。よいしょ。あ、抜いてもいいかもしれない。そんな大きくないわ。入らんし、よいしょよいしょ、魚体が網から出てしまいますね。いて、よいしょよいしょよいしょよし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 。そんな大きくねえわ、ごめん。でかいと思ったけどそんな大きくなかった。でも太いね、40ぐらいかな。よいしょ、いいね。はい釣れました。よしよしよし、いい感じ、吊るして釣れました。まあやっぱりなんだろう、活性がむちゃくちゃ高いのかって言われたらそうでもないけどまあパワーフィネスだったら釣れるね。これなパワーフィネスってさ、まあ、当然ちっちゃいのを釣れてくるんだけどさ、あれだね、小さい魚は見切るけどでっかい魚は見切んないね、あんまり。最近本当に実感するね。だからビッグベイトで釣れる魚がパワーフィネスで釣れるみたいな。いや本当になんかそんな感じするのよ、全然違う系統なのにね。いやこれもビッグベイトじゃないと釣れないでしょみたいな。なかなかね、パワーフィネスだと釣れるんだな。スモーラバだと釣れるっていう感じではないな。そういうなんかこうカバーを絡めて吊るしてができるみたいな。だからスモーラバでもでかいのが釣れるみたいな部分はある。でもそっから魚を取るっていうところまで考えたら、普通のフィネスタックルとかでは当然無理だから、必然的にパワーフィネスタックルになってくるよね。いわばそれはもうパワーフィネスでしか釣れない魚みたいな部分もある。でこれがベイトフィネス P、ベイトパワーフィネスじゃあどうなんだって言われた時に、多分取れるけど今のなんかはね、今のなんかは全然ベイトパワーフィネスでいけた魚だと思うけど、カッパリで2本は持っていけない、持っていっていいけど貴重な竿の枠をパワーフィネス2つで潰すっていうのはね、あれだから。ベイトパワーフィネスだとさ、そのできないことが出てくるから。パワーフィネスはオリジナルのスピニングのね、は難しいことはあるけどできないことはないからさ、そこが強みだよね。だからボートとかだったらさ、ベイトパワーフィネスすごい使いどころ増えてくると思うけど、おかっぱりだとね、あの場所にもよるがちょっと難しいよね。カバーさえあればマジで全国技。クリアレイクとかは知らんけど絶対無理つけて損はない。難しいけど損は絶対ない。もうこれ損はないって言える釣りはそんな多くないけど、これはマジで損はないから頑張って。てか、あ、いった。マジ？バレた？でかかった。
ショック。なんか最近バラシ多いな。今のはでかかった。マジか。よし、よーし、ちっちゃいよ、しかもバラしたよ。そんな大きくなかったよ。ようバラすな。バラし癖っていうのがついてる。まあ今ちょっと今あれやったけどね、なんか糸出そうとした瞬間に当たったからさ、あれやったけど、あーさっきのが悔やまれる。お、来た。見えねえるわ。バスがいるのはわかるけど。食ったのか？食ったのか？よし！よし！よし！ちょっと、バレスト。バレスト。ちょ、だめだ、ネット。寝てよい、寝てよい。よっしゃ、入ってくれ、入った。なんか何回かむせた、ごめん。いやー、やったね。いていていて、明日顎がかりですわ。ちょっとごめんね。よし、あ、めちゃくちゃでかくはねえわ。まあでもいい食い方したね。ふぅ、パワーフィニッシュ。
今のね、そこに見えるかな、ここにね、水中にこう沈んだ木が横になってるところがあるんだけど、そこにこうね、スモラバコを引っ掛けて吊るしてシェイクしてたんです。で、延々シェイクしてたら今の魚がね、スーって寄ってきて、なんかね、バシュバシュってなってんだけど、あれ、食ってんのか食ってねえのか分かんなかったんですよね。で、ちょっとこうスモラバがね、目で見えなかったし、手元でも当たりが来なかったから、あれあれって思いながら、多分その水面に入った P ラインの波紋に反応してたんだよね今。で、スモラバをこうスーッて下の方に下がってたから、あれなんかこれおかしいなと思って、こうスーッて上げたら、あ、スモラバ下の方にあればってなって、で、持ち上げた瞬間にスモラバを見っけて、バスがそっちにスーッ持ってこう向かっていってさ、で、ツッってきたからバーンって合わせたら乗りましたが、ここのね細い枝にさ、Pラインが絡まってさ、全然抜けなくて、うわどうしようどうしようって思って、もうごつい枝よりこういった細い枝の方がP絡んでさ、困るんだよね。まあだからね、ネットを使ってランディングしましたよ。やっぱさ、そのパワーフィネスって、そのネットが使えない状況でも強引に取り込めるような強いタックルが必要というのは言うんだけど、逆にそういうタックルを使ってしまうがゆえに取り込めないシチュエーションっていうのがやっぱあるんだよね。この P ラインってこう腰がなくて絡みやすいから、こういった細い枝にね絡んじゃうんですよ。で、絡んだら全然動かないから、今のなんかね、多分フロロの20ポンドとか使ってたら、あの全然抜き上げられてたんだけど、 P ラインを使ってるがゆえに絡まったみたいな部分はあるから、まあ、そんな時用にネットっていうのもねやっぱ大事なんだよね。まあ今のは結構魚アホやったね水中に入った差し込んでる P ラインが発生させる波紋に反応してたから、なんか虫かと思ったんやろ。まあ水が濁ってるからさ、そういう風な勘違いも起きたっていう部分は絶対あるから、いつでもああいう反応するかって言ったらしないだろうけどね。Like love isn't getting stronger between our hearts. Make it through the